ザトと同じポーズを取っていたんじゃないかなと、ね、完全にあのシンクロし始めてます、ね、はい。さあそして開幕早々にバスを剥がされたのはカズキディズィー、このですね、この、はい、バリを張る下に張っているのがエディですね。そうですね、エディのこのエディはあの下の今赤くなってるんですが、これが赤い時は呼べなくて、はい、それ以外の時この今青い時とかは呼べる状態ですね、はい、これで一定時間本体で戦わなければならないと、はい、なのでこの赤い時間の間にどれだけちゃんと攻めに行けるか、はい、もしくはここですね、こういうところでうまいことそうですね、はい、さあそしてここは金パスを剥がせた上に空中投げで対応、まあ、このオプション的なこの話し相手と呼ばれる、まあ、もしくは喧嘩相手ですね、はい、これを出しつつ本体も弾出しつつ余裕があれば近づくと、話し相手や喧嘩相手をまず出してそこから火の海という、ね、氷の矢を飛ばして自分も口出しで攻めるみたいな感じですね、はい。さあそしてこれは時間稼ぎしてこの下から出てくる下段判定の超ドリルと本体の中段攻撃でガード困難連携を仕掛けていくと、はい、ほぼできないガード困難連携、はい、開幕円安足払いオプション出して崩していく魚で締めて、このレーザーを使いつつ攻めるのが強いですね、レーザーを重ねて触りに行くっていうのがイジーの基本スタイルですね、まあ、軌道も2種類ありますからね、はい。さあここは起案して捕まえた小川前に出る、カズキ無理はしない、しかも多分投げ暴れの多分タッチハイスラーだと思うんですけど、これをうまく釣りましたね。さあ投げたのは小川、移動攻撃 K、ハイ、D、伸びる、追加は入らない、いやうまくしのぎましたね、うまくしのぎましたね、はい、ただ捕まってダウンを取られてしまう、まあファーストにはブレイクザローで対応バスにして、ここからこのセットプレーが強いですね、まあ、この分身だしリーブでも、はい、カズ選手の方しのぐのうまかったんですけどね、すまない、あのザトしかいない時の小川選手のフォローもまた高くて、そうですね、そこの時間にかなり稼ぐのうまかったですよね、はい、けどそのザトウ戦のポイントはどうやってエディを早く破壊するかとか、どうやって先にダウンを取るかっていうところに結構集約されているので、うん、もしかしたら出す瞬間潰すっていうのも本体攻撃しにくっていうのも有効ですからね、はい、さあ2セット目、この1人すぎるとこうなりますよ、この炎の泡がかなり時間差で攻撃すると攻撃判定を持ってかなり遅らせて攻撃してくれるので、置き技としてはかなりいやらしい方ですね、そうですね、高めの軌道で置いとくと、飛びづらい、ね、行動抑制できるので、そうブレイクサーブ、ここ出てきたところはしゃがみ系一発で止まってしまった、捕まえた小川ジャンプ系足払い、これを食らってしまうとまずいぞ、小川が取ってラウンド2、まあそのなるべく捕まり地上でダウンしたくないですね、やはりザト相手には。さあそしてここはレーザーを使いつつめくって空中投げ設置はケアはブリッツ、しかもチャージアタック最大ためダウン優先、なんか落ち攻めを仕掛けるとね、はい、チャンスがずっと継続するので、はい、まあ、そういう選択を取ったんだろうと、はい、まあ、確かにそのコンボのダメージ取るよりも、まあ、ダウン取った方が期待値が高いと、ね、この2体はうますぎる、今の召喚を読んでいた、空中ラッシュで捕まえる、さらにしゃがみ系からこの話し相手の過剰攻撃、ね、そうですね、ここの、話し相手を縦に、打撃をするか投げをするかというのがね、はい、基本の崩しですね、まあ、そのピーバンダーズ3回噛むので、その噛んでる間を本体でどう埋めるかが重要ですね。さあそして戻ると見せかけて寄っていくバスト、当てたのは小川、挟んで足払い、食感を収納し、無事収納して食感出すのが通る、これはかなり時間稼げるぞ、時間稼いでドリル飛んで、うわモルファスは当然飛んでいる、裏から捕まえたのカズキ、ダウン取ってあるか、これありますね、こっからです、逃がさない、もう1回、あと1回投げる、これはもう
どうする、ちょっと迷ったっぽいですね、今。ちょっと今、どうしようって一瞬思った。ヒヤッとしたんですが、最後は後ろ S でフィニッシュ。結構多分、相手のゲージいろいろ確認して。あ、バーストゲージあるかないか確認して、はい、落ち着いてますね。結構、余裕があそこは一応あるんで。まあ、そんな最速じゃなくてもいい。はい。落ち着けば大丈夫だっていう選択だと思います。最後のその差し替え重ねが、かなり人に入ったんじゃないかなと。小川。佐藤なら、あそこは飛んで逃げるだろう読みがうまく噛み合いましたね。さあ、ドリル、カウンター、そろそろ気絶、行ったところで気絶してしまった。さあ、とりあえずダウン取って、こうブリッて割り込んでいく。さあ、小川をバーストして、ドリル、分身が、うわー、直下して空中投げ、素晴らしい判断。焼き魚までしっかり我慢して、オアが捕まえる、ドリル、伸びる、かかと、ここは相打ちじゃダメでしたね、体力がなかったので、さあ、オアが一歩リード、さあ、立ち回り、どちらが捕まえるか、オアが捕まえて、下で崩して、バーストガードしている、ただこれ、暗い逃げになりますね、必要経費です、そうですね、はい、空中で。捕まる分には特に問題がないと。空中に突っ込んでしまった、空中投げさせない、伸びる当たって投げて、さあチャンスが来たぞ、しゃがみゲ広い来ましたね。さあここはしっかりガード、空中ダッシュしてしゃがみ入った、暴れつぶし、受け身が来るので、そうですね、受け身しっかり判断してましたね。今ファジージャンプを潰すのに、はい、ハイスラッシュを出してるんじゃないかなという感じ。なるほど、魚が通って、これはダウンが取れる、置き攻め、固める、しゃがみつ、もつれたところ投げていく、バーストガードして、まあ、今、当たればかなりチャンスありましたからね、バーストが、強気に言っていた側は、はい、小川選手、バーストを打つところに、やや難があるところがあるので、はい、そこも期待しての、まあ、バスト対策のしゃがみ TP と。はい、なんじゃないかなと思いましたね、はい、人読みが若干入ってる気がします。さあそして3ラウンド目は小川が捕まえる、かなり有利な状況、ドリル、デッドマンズハンド、マイピーで拾ってエグゼキューター、時間稼ぎつつ逆サイドに運んでいく、ドリル重ねて、これダウン押しになっている、しかし逃がさない、ミスドが濃い、さすがにバストしてレーザーが当たる。いやー、ここでなんとか、いやー、つき、いやー、厳しい、いやらしすぎる。両者が面端の状態で、分身ですね、分身がいい仕事しましたね、やっぱり。しかも微妙に攻撃してちょっと後ろ下がって、相手の攻撃に壊させないようにして移動してるのがすごいね。あ、その攻撃できない時間帯に、はい、なるほど。あれが非常にいやらしいんですよね。あれ、帰還してそのスロー状態にして多分消したかった、はい、なんじゃないかなと思ったんですけど、危険危険になっちゃいましたね。さあこれで和樹が1、小川が2となりました。さあ分身を早めに壊して、本体だけの状態で捕まえたい、捕まえて画面端空中ダッシュ、ここは空中、まあ、ディジーもその相手が空中にいるとかなりダウン取りづらい。そうですね、ね、ここで理事は両方とも、はい、割と空中にいる分には、まあ、特に取るしかないですね、はい、そして固める召喚見てから、これオプション出したのを見てからジャンプして逃げる小川、この辺のその防御テクニックもうまいですよ ね、 そうですね、単純なガードだけじゃなくてそのしのぎ方がうまい。これブレックスアローもしかしたら危険が来るかもしれないということで無理せず距離を取りましたね。さあ時間、うまいですね、うまい逃げ、分身、うわー、うまく壊して、今がチャンスだぞ、しゃがみ P から歩き投げ、魚ブリッツ、ここは無理して返さない、ダウン取って移動攻撃、移動攻撃2択があと1回来る、ガードしきって3回来た、いやー、よく、いやー、素晴らしいガード、ダムの、うわー、動きづらい、よくガードした、直足で空中投げ、巧みのガード、いや、あそこの瞬間よく判断しましたね。
結構あのギルティギアはですね、投げが一番最速の攻撃なので、はいはい、1フレームですね、投げによる反撃っていうのが結構大事なので、はい、特にこのね、あのディジーみたいな切り返しに乏しいキャラはですね、投げのうまさもかなり重要になってくるのかなと思いますね。さやがれに乗ってカズキ取り返す、分からなくなってきた、面白くなってきた。あの空中投げ完全いきましたね、乗りました。あそこうまかったですね。これで両者あと1セット取った方の勝利となりました。いやまさか結構苦しい試合展開だったと思ったんですけどね、ちょっと流れ変わってきた感じなんですよね、はい、やっぱその守りが硬かったですね本当に。ここは後ろに一旦下がったんですが、ショートは当たらない、そのまま捕まえた。これは空中コンボなので大丈夫、伸びるガード捕まえたのか、次岡サイトでバスト。さあこれで両者守るものが何もない。ギャラリー使ってここはそうですね、無理せず空中投げで反撃。さあ今の焼き魚に対してしゃがみ S が当たっていた。いや分身の操作がうまいですね。さあ一旦下がる、目の前にいるのみたいな、確かに。うわーマジか、今のショードリルの判断がヤバすぎた。あここから、さあここから投げを匂わせて一旦下がる、固めて固めて、この話し合いでは噛む直前に投げを入れる。お崩して焼きたかな、用意する8敗。固めのパターンちょっと変えてきました、変えてきましたね。しかも投げ釣り見せた後に固まりそうなところはしっかり投げていく、素晴らしい判断ですね。ドリル、ここは最初にもやっていたキャラ対策、召喚に対してうまく合わせていく。うおー、やってたかな、ダストに合わせてバースト投げたら、岡はチャンスが来たぞ、移動攻撃崩して、ここは横ダストということはもう一回召喚してドリル本体の中下だとして、うわ逃げ切る、硬いぞ、よくしのいだ、よくしのいだ。さあここは木の実を出して引きずり下ろす、ドリル刺さって1回だとして、今中下2回来ましたね、ノーヒール殺しる、ドリルカウンター、ロマキャンからきっちりジャンプで仕留めていく。今バーストね打ってくれないかみたいな期待もちょっと込みのロマンキャンセルかなと思いますね、はい、さあこれで 1-1 取った方がこの試合勝利。いやしかし細かくダメージを取る方は超ドリルがある、バーストして、さあここ捕まえられるかどうかがかなり重要だぞ。ピーピーピー、足早く当たる、木の実飛んで飛んで逃げる、無理はしない、くじきた、 OK、 さがらヒット前、はい、レーザー透かしげダウン、もう一回着配投げる、ここからダウンバスを読んでいる、ただ分からなくなってるぞ。さあ追いかける側は木の実、これやり過ごして捕まえる、ダブドバンガーできない、ただ決まらない、まだあるぞ、ヒャン飛んで社会ガードしてる、チョークが、あー今のここの空中ダッシュは読んでいた。今影だまり召喚ならカズキの勝利だったでしょう。